何その顔、村入りより汚い。おせちがまずくなる。出て行けよ。正月のお祝いに我が家で親戚一同が集まる中、息子の嫁である冬美さんが孫の宮に向かって行った。まだら模様の白斑が顔に浮き出ている宮を汚いと表現したことに、私は心の底から怒りが湧き上がる。冬美さんは心底不快そうな表情のまま、近くにあった犬のおやつであるビーフジャーキーを取り出し、宮の顔に向けて投げつけた。宮は顔に物を投げられた驚きで泣き出すと、冬美さんは腹を抱えて爆笑し、つられて息子のヒロシまで、ひでえ、鬼畜だと非難しつつも笑い出した。宮の母親であるマユは顔を真っ赤にさせて、泣いている彼女を強く抱きしめた。他の親族もさすがに言い過ぎだぞとヒロシたちに注意していたが、笑いは止まらない。そもそもマユさ、お前みたいな学歴もない奴がうちの敷居をまたぐ資格なんてあるか？結婚してすぐ亡くなっちまう外れ旦那を引いちゃうような運の悪い女。縁起悪いから家から出てってくれよ。泣き止まないミヤの背中をマユがさすり続けていると、夫がミヤの腕を掴んで強引に立ち上がらせた。その強引さに驚いたミヤは泣くのをやめ、夫に体を持ち上げられてしまうくらい強く引っ張られながら扉の前に連れて行かれる。ちょっと、お父さん。自分の娘を無理やり連れて行かれそうになり、マユは声を荒げたが、むしろ私の方が先に手を伸ばして夫の腕を掴んだ。まさか、本気でミヤを家の外に放り投げようと考えているんじゃないわよね。夫の顔は真っ赤になり、怒りで唇が震えている。そっと私の手に触れ、夫はつぶやく。俺は決めたよ。私の名前は藤野。来年でいよいよ夫婦ともに還暦を迎える。私には息子と娘がいるのだけど、二人とも家を出て自立したことで、日々の暮らしに少し緩やかさが生まれたと思う今日この頃。夫の義春と私が暮らす家は都心の一等地にある。この家は夫の両親から受け継いだ家で、建てられてから随分と経つ。長い歴史の中で、周辺の家は高級住宅地に変わり、古い造りの平屋は我が家だけ。以前不動産会社の営業がとんでもない売却価格を提示してきたが、夫は断った。だけど、いずれはこの家を、というより、この土地をどうするべきなのか、ということを真剣に夫婦で話し合っている。ある日、私が玄関先でご近所さんと雑談していると、遠くの方から大きな音楽を鳴らしながら車が一台近づいてきた。狭い住宅街を抜けてきた黒塗りの高級車は、談笑する私たちの前で停止し、エンジン音を響かせながら助手席の窓が開く。どうも、お母さん。ちょ、音楽がうるさいわよ。音を落とせないの？助手席で笑みを浮かべているのは、私の息子であるヒロシの嫁、冬美である。ヒロシは昔から海外旅行が大好きで、20代前半に一人でヨーロッパ旅行をした際にたまたま出会った冬美と交際して結婚した。旅行や新しい店などを見つけるのが好きな二人は、収入のほとんどを交友費に使っているらしい。以前何気ない会話の中で、冬美さんが、子供はいらないかなと漏らしていたのを聞いて少し落胆したが、人それぞれの人生なのだと自分を納得させた。冬美さんは運転席にいるヒロシの肩を小突き笑いながら、近所のコインパーキングに車を止めてきます、と言った。ご近所の友人は、さて、じゃあ私はこれで、と微妙な笑みを浮かべながら去っていき、雑談は終わってしまう。近くのパーキングに止めて戻ってきた二人は遠目に見ても派手であった。曇り空だというのに二人ともサングラス。冬美さんは赤いニットワンピにグレーの毛皮のジャケットを着ている。少しオーバーサイズなのか、毛皮の袖から手が見えない状態で歩いていた。ヒロシに至っては、地面についてしまいそうな毛皮のロングコートに手を突っ込んで、顎を上げながら歩いている。私の前で立ち止まると、ヒロシはサングラスを手慣れた様子で外し、胸ポケットに押し込むと、目元に力を入れて、久しぶりだな、おふくろ。
と私に挨拶してくる。私は苦笑し、マユもちょうど遊びに来てるよ、と伝え、家の中に案内した。全く娘も息子夫婦も、どちらも全く連絡もなしに家に遊びに来るのだから。普段は全く音沙汰すらないのに、来るときは回数も頻繁になり、私としてはお菓子やジュースの用意もどのくらいしておけばいいのやら、まったく。家の中では娘のマユと孫のミアが静かにクレヨンで絵を描いている。ヒロシたちが玄関で靴を脱いでいると、うちで飼っているラブラロールのラブが冬美さんに飛びかかった。うげ、ちょ、ダメ、ダメだよ、服が伸びるでしょ？冬美さんたちはラブによる手厚い歓迎を無視し、リビングでお絵描きをするミアを見守るマユに軽く挨拶した。歓迎を無視されたラブはシュンとした顔で立ち尽くしている。娘のマユは早くに夫を亡くし、女手一つで一人娘のミアを育てていた。私にとって唯一の孫であるミアは、とても人懐っこく、常にニコニコした笑顔が印象的で、実家へ遊びに来るたび、綺麗な服を着ていた。マユ、元気でやってるか？久しぶりだね、お兄ちゃん。リビングに座ると、ヒロシは毛皮のコートを丸めて腰を下ろした。毛皮に興味を持ったラブが嬉しそうに鼻を近づけたので、ヒロシは本気で嫌そうな表情で、やめろと低い声で言う。ラブはとても賢い犬だ。ヒロシの低い声に、これはダメなことなんだと悟り、静かにヒロシから離れた。孫のミアは真剣な眼差しで白い画用紙にピンク色の花を描いている。何を描いているのかと、ヒロシがミアの視線の先に顔を上げると、鉢植えのカランコエを丁寧に描いているようだ。今年のクリスマスに夫が窓辺が寂しいからと照れながらプレゼントしてくれたカランコエは、その目的通りたくさんのピンク色の花によって冬の窓辺を彩ってくれた。ふとした瞬間に視界に入ると胸が温かくなるのは誰にも内緒だ。お絵描きね。この子もう3歳だろ？学習塾とか行かせてるのか？予定はないよ。ま、マユのところは母子家庭だもんな。同じ女でも旦那が違うと生活に随分な格差が出ちまうよな。ヒロシの言葉に隣に座る冬美さんもまんざらではない表情で微笑む。幼い頃から嫌味っぽい性格だったヒロシだが、今は有名商社に勤めて妻を専業主婦として養っていることを誇りに感じているようだ。マユが専門学校を卒業後、看護師をしながら母子家庭ということも見下す理由の一つになっている。私はヒロシに何か文句の一つでも言おうと考えてはいたのだが、当の本人であるマユは一切の反論をしなかった。だから私も何も言わないと決めている。きっとマユはヒロシたちを全く相手にしていないのだろう。マユにとっては夫を亡くし母子家庭となり、そして今は他の問題に悩んでいることの方が大きな問題に違いない。その悩みにヒロシたちは気づいていない。ミアの首から下には原因不明の白斑が現れているのだ。生まれた時から全身の至る部分から肌の色が抜け、3歳になろうとしている今となっては、その白斑が顔にまで到達しようとしている。次第に範囲が広がってくる白斑に、幼いミア本人はまだ気にしていない様子であったが、母親であるマユは不安を吐露している。私はそっとマユの背中を撫で、不安に押しつぶされそうになる娘を励まし続けた。おとなしくお絵描きするミアの隣にラブがゆっくりと近づき、腰を押し付けるように座る。ミアはクレヨンで汚れた手を服の袖で拭き、嬉しそうにラブの首に手を回して抱きしめるのを見て、なんだか私まで嬉しくなる。その年の正月のことである。今年は私たちの家で親戚が集まることになった。年末から家具や荷物などを整理して、大広間に人が一斉に入るようにしてその日を迎え、たくさんの料理でおもてなしをした。夫は広間の奥にある仏壇にコンパクトにまとめたおせち料理を備え、手を合わせている。お正月のお祝いではあるが、夫の母の命日でもある。夫の母が亡くなって数年は元旦の祝いをしなかったが、ある年を境に夫は、
もうこれからはいつも通りお正月を過ごそうと決めた。義父は早くに亡くなり、義母が一人で暮らしたこの家を長男であった夫が受け継ぎ、長い年月が経つ。広間の壁に義母と義父の写真が並んで飾ってある。日本人離れした肌の白い美しい女性が明るい笑顔で遠くを見つめている写真は、義母の残した唯一の写真であった。静かに目を閉じて手を合わせる夫の横顔を見て、私は何か気の利いた言葉をかけたいなんて思ったけれど、そんな言葉はきっと必要ないんだろうな。そっと目を開けて仏壇の前から離れ、親戚の輪の中に入った夫の顔には、悲しみなど微塵にも感じさせない穏やかな笑みが広がっていた。私とマユが一緒に台所でおせち料理に盛り付けしていると、広間から笑い声が聞こえる。料理を持って広間に行くと、ヒロシと冬美さんがミヤの顔をスマホで写真を撮り笑っていた。ミヤは嫌そうにカメラから顔をそらすと、冬美さんがしつこく顔を正面から撮ろうと追いかけていた。ちょっとヒロシ、調子に乗ってないでやめなさい。え？あ、なにこれ？日焼け？これ、もしかして病気なの？病気という言葉に反応した冬美さんが、え？と声を上げてミヤから離れる。その後、黙って席に戻ってスマホをいじっていると、何かを見つけた様子でヒロシの肩を何度も揺さぶり、画面を指さした。あかん？なんだそりゃ。なんかわかんないけど、肌の色素異常だって。え？感染症かな？怖っ。特に何も言わずに微笑んだままであったマユが、おせち料理を少し強めにテーブルの上に置いた。その表情は怒りを押し殺している様子がうかがえ、他の親戚一同も息を呑んだ。映ったりしません。ご心配なく。冬美さんは少し驚いた様子でマユを見つめ、しばらくした後に隠れてヒロシと笑い出した。食事の準備を終え、吉春が乾杯の合図をすると、親戚がみんな談笑しながら食事を始めた。和やかな雰囲気の中、ミヤも一生懸命に手を伸ばして、皿に盛られたハムを取ろうと奮闘していると、テーブルを挟んで向かい側に座った冬美さんが顔をしかめている。ちょっと、その子が食べる分は母親が取ってあげたらどうですか？ミヤは箸の使い方をもう覚えているので、自分で取れますよ。いや、そうじゃなくて。冬美さんは少し口を尖らせ言葉に詰まらせている。先ほど冬美さんがミヤを侮辱するようなことを言ってから、マユの機嫌は明らかに悪い。マユは冬美さんと視線を合わせることなく、ミヤを見守っていた。腕にも白斑があるじゃないですか。料理に何かついたら嫌だなって。何かって何ですか？めんどくさい。はっきり言わないとわからないんですか？険悪そうな雰囲気になる二人を、ミヤは不安げに見ている。不服そうな顔をしながら、冬美さんは自分のグラスにビールを注ぐ。ラブが尻尾をゆっくりと左右に振りながら、ミヤの近くに寄ってきて隣に座った。ラブは今さっき私があげた餌を急いで食べて水も飲んだらしく、口の周りが濡れて汚れていた。それを見た冬美さんは、ラブとミヤを交互に指をさして笑った。この子、もらえるより汚い。おせち料理がまずくなる。出て行けよ。冬美さんは近くにあったラブのおやつであるビーフジャーキーを取り出し、ミヤの顔に向けて投げつけた。ミヤは顔に物を投げられた驚きで泣き出すと、冬美さんは腹を抱えて爆笑し、つられてヒロシまで、ひでえ鬼畜だと非難しつつも笑い出した。マユは顔を真っ赤にさせて、泣いているミヤを強く抱きしめる。ラブは困惑した様子で、ミヤとマユの顔を交互に見ながら、シュンと尻尾を床に落とす。私もこれは言い過ぎだと思い、ミヤの白斑は人に感染することはないと丁寧に説明しようとするが、ヒロシと冬美は酔っているせいもあり、笑いが止まらない様子。他の親戚もさすがに言い過ぎだぞとヒロシたちに注意していたが、笑いは止まらない。冬美はジャーキーを指で小さく切って、泣いているミヤの頭を狙って放り投げる。それがミヤの髪の上に乗ると、さらに腹を抱えて笑い出す始末。完全に悪酔いしている。親戚の一人が、
今度は本気の口調でヒロシに注意しても、ヒロシは悪びれる様子もなく、ビールをさらに飲み、少し体をフラフラさせながらグラスを机に叩きつけた。俺は長男だぜ。いずれはこの家も俺のものになる。いわばここは俺の家だ。俺が自分の家でどう振る舞おうと勝手だろ？ヒロシは机の上に肘をついて、ミアをうつろな表情で見ている。そしておもむろに小さく笑い、頭をかいた。そもそも、マユさ、お前みたいな学歴もない奴が、うちの敷居をまたぐ資格なんてあるか？結婚してすぐ亡くなっちまう、ハズレ旦那を引いちゃうような、運の悪い女。縁起悪いから家から出てってくれよ。ヒロシがそこまで言うと、冬美さんはビールを片手に大爆笑して机を叩いている。泣き止まないミアの背中をマユがさすり続けていると、夫がミアの腕を掴んで強引に立ち上がらせた。その強引さに驚いたミアは泣くのをやめ、夫に体を持ち上げられてしまうくらい強く引っ張られながら、扉の前に連れて行かれる。ちょっと、お父さん。自分の娘を無理やり連れて行かれそうになり、マユは声を荒げたが、むしろ私の方が先に手を伸ばして夫の腕を掴んだ。まさか本気でミアをうちの外に放り投げようと考えているんじゃないわよね。夫の顔は真っ赤になり、怒りで唇が震えている。そっと私の手に触れ、俺は決めたよ、と夫はつぶやく。夫はミアを親戚一同の前、一番よく見える場所に立たせる。ミアは怯えて再び泣き出してしまったが、夫は腰をかがめて優しく頭を撫でている。そして親戚たちに向かって明瞭な声でこう言ったのだった。皆さん、今後何があっても息子であるヒロシたち夫婦にこの家の財産は一切渡しません。ヒロシが目を見開き崩していた姿勢を正した。夫の怒りは収まらないようで、さらに皆の前で演説は続いた。うちの財産はすべてマユとミアに引き継がせます。何を考えてるんだ父さん。親戚一同が小さな拍手をする中、ヒロシが思わずといった様子で立ち上がって夫と向かい合った。夫は静かな声で、もういいよとミアに言い、そっと孫の肩に触れると、ミアは駆け足でマユの胸に飛び込んだ。何か問題でもあるのか。冗談きついぜ父さん。この家の市場価値を理解してるのか。ここにいる親戚の誰もが知ってる。ここの土地価格はとんでもない値段なんだ。妙なこと言わないでくれよ。俺の意見に反対するということか。夫の声は穏やかだったが、確固たる意志がにじみ出ている。今にして思えば、夫は今までミアの白飯について特に何も励ましの言葉も言わなかったし、ほぼ無関心を貫いていた。だが今この静かに激高する夫の姿を見ると、本当は誰よりもミアのことを気にしていたのではないだろうか。ヒロシは血相を変え、手を振り上げる仕草をする。当たり前だ。財産をすべて孫にやるだって。冗談にしたって聞き捨てならないよ。おう、お前の意見を聞こうか。あのね父さん、いずれはこの土地を売ることになって、とんでもないお金が入るのよ。その時に正しいお金の使い方を知らないと苦労するのはあの子の方じゃない？それはそうだな。だからこそまだ幼いミアだ。私が亡くなる前に正しいお金の使い方を教えてあげたい。それに苦労は無駄ではない。夫は寂しい表情になり、大きくため息をついた。そして今さっきのミアへの心ない言動に自分の息子として恥ずかしく思ったと伝える。ヒロシは何か言い返そうとするような目をしていたので、私も思わず前に出た。お父さんは決して思いつきや衝動でこんなことを言い出しているんじゃないのよ。いずれこの家と土地を売却して二人で田舎の方で静かに暮らしたいねなんて考えているのよ。私たちとしては母子家庭であるマユの生活が厳しいことは重々承知しているので、適切なタイミングで土地を売却し、ある程度のまとまったお金を子供たちに譲りたい
そう考えていた。年々このあたりの土地価格はさらに上昇しており、固定資産税も年々上がり続けている。生まれ育った土地を手放すという決断を夫は決められずにいた。だが、私たちはなんとなくだけれど気づいていたのだ。定期的にヒロシが冬美さんを連れて実家に遊びに来るのは、さりげなく家の周辺を確認して不動産価格の確認をしていること。将来的には少なくとも財産の半分は自分たちに入ると川残業をして、貯金もしないで旅行ばかりするヒロシたちに、前々から夫は気を悪くしていたのだ。お金というものは、本当に必要としている人のところに行くべきだと私たちは思うの。ヒロシ、あなたは旅行ばかりして、財産も旅行代金にしてしまいそうじゃない？俺の趣味が旅行で、散財するからって理由だけで相続権を奪えるって本気で思ってるのか？なんなら裁判したっていい。親だからって、長男の俺に財産を一切残さず、こんな気味の悪い反転側を支援するとは、それこそ水郷だろう。ヒロシがせせら笑いをしながら絶句している親戚に同意を求めるように、ねえ、と声をかける。お父さん、生前贈与って知ってます？生きてるうちに財産を分けてくれたっていいんですよ。冬美さんは楽しそうに茶化している。ヒロシの背後から夫が覆いかぶさるように抱きつき、ヒロシの顔の前にスマホ画面を差し出した。私の位置からは夫のスマホ画面が見える。スマホの小さな画面には、冬美さんが笑っている写真が小さく載っていて、夫が片手でスマホをスクロールしながら、とある写真で指を止めた。ミアの横顔写真が載せられている。写真とともに何か文章が記載されているようだ。小さな文字でよく見えなかったが、侮辱的な文章が綴られているのはわかる。冬美さん、SNS やってるって言うから、いつも楽しく覗いてたんだ。旅行したり色々な風景の写真が綺麗と思って楽しみにしていたんだけど。なんだこれは。これはさ、俺もやめろって言ったんだけど。夫とヒロシが小さな声で喋る。冬美さんは何の話をしているのか怪訝そうな表情を浮かべているが、ことの成り行きを見守っている様子だ。さすがに人の子供の写真を勝手にネットに晒して侮辱するような文章を書いていたことは罰が悪かったようで、ヒロシも少し狼狽する。冬美さんは立ち上がり、スマホ画面を覗き込むと、わっと嬉しそうに自分のスマホで同じ画面を開いた。うわ、見てよ、私の投稿がバズってる。すっごい閲覧数なんだけど、コメントやば。え、ちょっと見せて。ヒロシが焦った様子で冬美さんのスマホ画面を覗き込み、二人は無言で画面を指でスクロールしていた。さっきまで笑顔だった冬美さんの表情はみるみる青ざめ、やがて瞳を大きく開けて過呼吸に近い荒い息遣いを始めた。嘘、嘘でしょ？やばいよ、ヒロシ。尋常じゃない焦り方に、私も思わずスマホを取り出し、冬美さんの SNS を開く。冬美さんは普段から、SNS 更新したんで見てくださいねと、閲覧数やコメントなどを気にしている様子だったので、私も頻繁に見ていた。ただ、最近は年末年始で色々と忙しく、スマホを見る時間は減っていて確認していない。SNS には、ミアの顔と白飯を侮辱する内容が連日のように写真付きで載せられていたが、どうやら数時間前に急に閲覧数が急増しているようだ。冬美さんの SNS を見た誰かがひどい投稿をする彼女を糾弾し、炎上しているのだ。もともと実名を使って投稿していただけに、炎上の速度は速く、ヒロシの職場の名前まで晒され、二人の顔写真まですでに拡散されていた。ヒロシと冬美さんが震える手でスマホを確認していると、急にヒロシのスマホが鳴る。声色を変えながら、みんなに背を向けて通話をするヒロシ。スマホで会話するヒロシの声はみんなに聞こえており、どうやら職場の上司にも SNS の炎上騒ぎが伝わってしまい、怒鳴られているようだ。冬美さんはおもむろにスマホを落とす。すると、ミアがまだ涙の枯れていない瞳をこすりながら、スマホを拾い、冬美さんに手渡した。ありがとう。
SNS のコメントにどのような内容が書かれていたのか。それはとてもひどいものであった。白帆のことを面白おかしく書いたつもりだろうが、その面白さに共感する意見は全くなく、むしろ投稿した冬美さんのことを攻撃するコメントが連なった。冬美さんのスマホは通知音が何度も鳴る。SNS 投稿のコメントが書き込まれたという通知だ。何度も何度も通知が鳴り止まない。俺の母ちゃんはな。唐突にそう言い、夫は壁にかかった写真を見上げる。白黒の写真だというのに、楽しげに笑う老婆の肌は白く美しかった。俺の母ちゃんは昔、近所の人とか親戚から白ナマズなんて言われてたよ。いつも笑って、私は地震なんて予知できませんってお約束みたいに、いつも同じような返事をしてた。親族が黙って夫の言葉を聞いている。幼いミヤはマユに、白ナマズって何と首をかしげる。マユは悲しそうな顔で彼女を抱きしめるのだった。でも自分の境遇に負けることなく、一生懸命に俺を育ててくれた。誰かを憎んだり、恨んだりせず、まっすぐに生きていた。ミヤもそうだ。そんなまっすぐに生きようとする孫を侮辱するなら、俺はお前たちを家族とは思わん。吉春は冬美さんのスマホを取り上げると、床に叩きつけて画面を割ってしまう。呆然としているヒロシと冬美さん。ヒロシは一歩何気なく後ろに下がった時、ラブの尻尾を踏んでしまい、大きく吠えられた。いつもはおとなしく優しいラブは、一度も見せたことのない怒りに溢れた表情で威嚇し、ヒロシに吠えまくっている。まずい。まずいぞ、冬美。ちょっと今すぐ上司の家に行ってくる。ちょっと、私を置いていかないでよ。二人は逃げるように家を後にすると、親戚たちが夫によく言ったよと称賛の言葉をかけてくれた。その後のことは身内の話としてはとても恥ずかしいものである。私は夫と話し合ってヒロシたちと縁を切ると言い切った。もちろんヒロシは私たちに抗議したが、親族一同もそのことに賛同してくれた。夫の勧めでマユとミヤは私たちの家に同居することになり、経済的な部分で少しでも役に立てていると思う。ヒロシと冬美さんは SNS による炎上被害により、ヒロシの会社での印象が悪くなったのか、明らかな窓際部署に左遷させられたらしい。左遷させられたことが息子のプライドを大きく傷つけたようで、思い切って退職したらしいが、再就職は見つからず、随分と生活の水準が落ちたとのこと。しかし、ヒロシと冬美さんの旅行に行く頻度は落とせなかったようで、そのせいで借金までするような無茶な生活を続けているようだ。結局、ヒロシと冬美は離婚した。ヒロシは再就職もうまくいかず、援助を私たちに要請するが、断固拒否した。縁を切った二人の行く末など、私は気にしないようにしている。時々ヒロシからメールが届く。今の俺はアルバイトをして食いつないでいて、冬美は夜の街で働くしかなくなった。だから助けてくれ、というような泣き言を綴ったメールが届いたが、無視を続けているうちに、やがて音信は途絶えた。あのような性格になってしまったのは、親である自分たちにも責任があったのだと、反省すべき部分もある、と私は思っていた。夫は、30歳過ぎた男の尻拭いなんて絶対やるなと厳しい姿勢を崩さなかった。それでも時々夫が私に隠れてヒロシの家宛てに米やレトルト食品などを詰め込んだ段ボールを近所の郵便局で送っていることを知っている。ドライブしてくると言ってさりげなく出かけているつもりだけれど発送したという伝票が上着のポケットに入っていることに気づいている。そんな不器用な優しさに、私は気づかないふりをしながら、窓辺に置かれたカランコエの鉢に水をあげるのだった。あれから数年の月日が経ち、ミヤの白斑が顔の目立つ部分まで広がり始めた。ミヤ自身も自分の顔の白斑を気にし始め、保育園で心ない言葉をかけられるようなこともあったらしい。何度かミヤが泣いて保育園から帰ったこともある。
ミアは自分の顔が他の人と違うということを懸命に説明し、どうすれば治るの、病院に連れて行ってと泣きついた。その度に私は壁にかかった義母の写真を指して、こういうのだった。あのおばあちゃんはね、ミアと同じで顔に星の粉があったんだよ。星の粉？そうよ。まるで星が光っているみたいに綺麗なの。だから私には、ミアが笑っている顔がまるで星空みたいに輝いて見えるのよ。ミアは不思議そうに私の顔を覗き込む。実を言うと、私は義母とほとんど会ったことがない。夫は転勤が多かったし、会うのは年に一度程度。正直言えば、年老いた義母の顔に白斑があることなど知らなかったのだが、夫があれはメイクで隠しているんだと教えてくれた。夫の親族にメイク専門の美容師がいて、定期的にミアに白斑を隠すようなメイク方法を伝授している。ミアは嬉しそうにメイクしているのだけど、私はメイクをしない姿でも可愛いと心から思っている。カランコエが置かれた窓辺の近くで、ミアは教えてもらったメイクを自分でもやってみようと、頬にファンデーションを塗りながら鏡を覗き込む。幼い手を器用に使ってはいるけれど、まだ上手に白斑を隠せていないその姿を見つめていると、私は胸が締め付けられる思いがした。私はミナの隣に座り、心から湧き上がった言葉を彼女に伝えた。あなたには星のように輝く特別な模様があるのよ。それを忘れないでね。私の言葉にミアはくしゃっとした笑みをこぼした。それからやがてミアが大人になる頃には、彼女が白斑だということに気づく人がいなくなるくらいに上手に隠せるようになっていった。もともと目鼻立ちも整っており、肌に特別な手入れを続けていたミアは、街で誰もが振り返るような美しい女性になるのであった。モモは倒れた？本当か？それで無事なのか？わからない。学校の話だとプールの授業中にいきなり倒れたって。娘のモモが水泳の授業中に過呼吸を引き起こして病院に運ばれたというのだ。私が病院に駆けつけるとモモはすやすや眠っていた。その寝顔を見て私はほっと胸をなで下ろす。さえ、モモは無事か？夫の慎吾も知らせを聞いて駆けつけた。今は落ち着いて眠っているだけです。ご安心ください、と医師は答えたが、その表情はなぜか暗く沈んでいた。先生、はっきりとおっしゃってください。私が叱りつけるように促すと、医師は意を決したようにこう尋ねた。お嬢さんと祖父母の関係はどういったものでしょうか？それはどういう趣旨の質問ですか？お嬢さんと祖父母の関係はうまくいっているのか、それをお尋ねしているのです。と医師は改めて聞き返した。唐突な質問に私は返答に困ってしまった。おい、あんた、これ以上親父とおふくろを侮辱するのはやめろ！慎吾は体をブルブル震わせていった。額に青筋を浮かべていることから、怒りがこみ上げていることが私にも伝わった。あなた、どうしたの？普段は感情を表に出さない夫の様子に私は驚いた。それでは申し上げますが。そして、医師の口から語られた衝撃的な真実に、私は母親としての無力さを思い知らされた。私の名前は中村紗恵、42歳の会社員。私は現在会社員の夫と小学生の娘、それに義両親と5人で暮らしている。義両親とはもともと離れて暮らしていた。しかし私の仕事は収入がいい一方で、繁忙期になると帰宅時間がどうしても夜遅くになってしまう。夫の慎吾も管理職という立場上、
どうしても仕事が優先になりがちだ。教育熱心な義両親のもとで育った慎吾は、会社に入っても仕事一筋、常に何かに追われているかのように高みを目指していた。帰宅した後も仕事を家に持ち帰って作業を続けるほどの仕事人間だった。そのため私も慎吾も娘の桃に寂しい思いばかりをさせていたのだ。収入があるのはいいけど、このままじゃ桃がかわいそうよ。私がため息まじりに相談すると、慎吾が一つの提案を示した。もし、サイが良ければ、俺の実家で一緒に暮らさないか？実は、親父やおふくろからも、そうしてくれと前々から言われていたんだ。岐阜の厚氏は、大手商社で長年働いてきたエリート会社員。義母の英子も慎吾を出産するまでは名門中学で教鞭を取っていたほどの教育者だった。しかし、厚氏は数年前に持病が悪化して早期退職。英子は教員を辞めた後は専業主婦として家庭を支えていたが、厚氏の退職に伴いパートを始めることになった。私たち夫婦もそんな義両親に毎月一定額の仕送りをしていたのである。実家を改築して二世帯にしたいっていうのは俺も考えていたことだよ。ちょうどいい機会だと思う。そうね。今のマンション暮らしより庭付きの一軒家でのびのび暮らした方が桃のためにもいいと私も思うわ。桃の学校も都会より自然に囲まれている方がいいだろうな。それから毎晩、私たちは桃が寝静まった後で話し合いを続けて、その結果を義母に電話で報告した。そういうわけなんです。よろしいですか？私たちの方こそ大歓迎よ。むしろこちらからお願いしたいと思っていたところなの。お母さんにそう言っていただけて、私も嬉しいです。安心しました。こうして、私たちの二世帯同居生活はトントン拍子に話が進んでいったのである。義実家を改築して1階を義両親、2階を私たち家族の居住空間にした。基本的には互いの空間に立ち入ることはしないが、何かあればいつでも駆けつけられるように鍵付きの扉は取り付けていない。また私と夫が仕事で帰りが遅くなっても、夕食の時は1階で義両親と桃が一緒に食事をするので、桃も今後は寂しい思いをしなくて済むだろうと私は思った。それでも私は毎朝仕事で家を出る時はどうしても義両親に後ろめたさを感じてしまう。お母さん、いつもすみません、桃の面倒を見てもらって。私と慎吾が働いている間、義両親はいつも桃の勉強を見てくれていたのだ。これくらいどうってことないわ。そうだぞ、サエさん。桃は俺たちにとっても可愛い孫なんだ。気にすることはないんだぞ。アツシはそう言って豪快に笑った。桃ちゃん、おばちゃんたちの言うことを聞いて、ちゃんといい子にしてるのよ。うん、わかった。それじゃあ、お母さん、お父さん、桃のことよろしくお願いします。義両親という心強い味方ができたことで、私はこれまで以上に心置きなく仕事と向き合えるようになっていた。同居が始まって3ヶ月。たまたま仕事が早く終わって、私がいつもより早めに家に着くと、桃が泣きながら私に抱きついてきた。どうしたの？桃ちゃん、なんで泣いてるの？桃は私にしがみついたまま顔を上げようとしない。英子が桃を追ってきて、桃ちゃん、ママに会えたのがよっぽど嬉しかったみたいね、と桃の頭を撫でようとした。桃は頭を激しく振って嫌がるそぶりを見せた。英子は少し悲しそうに微笑んだ。桃ちゃん、ダメじゃない。いつもおばあちゃんには勉強見てもらってるんでしょ。そんな態度を見せたらおばあちゃんがかわいそうよ。きっ
親に甘えたい盛りなのよ。そうよね、ももちゃん。すみません、お母さん。いいのよ、私は気にしていないから。英子は相変わらず穏やかに微笑んでいた。ももちゃんはさっきまでお勉強頑張っていたのよね。お利口さんだわ。英子がももの頭を撫でようとすると、ももは激しく首を振って嫌がった。もも、ママ怒るよ。おばあちゃんにごめんなさいわ。私が叱りつけると、ももは仕方なく顔を英子に向けて。ごめんなさい、おばあちゃん。と震える声で謝った。ももは普段、義母たちにとても懐いている様子だったから、私は遊びたい盛りのももが勉強を嫌がっているだけなのだろうと、この時はあまり気に留めなかった。私の方こそ、ももちゃん、ごめんね。そう言った英子の目に涙が光ったような気がしたが、私に見られていることに気づいた英子は、すぐに、目にゴミが入っちゃったみたい、と笑ってごまかした。時間が経つにつれて、私は英子だけでなく、ももの様子もおかしかったことに気づいた。ももは義両親と同居する以前も、一人で遊ぶことは多かったけれど、それでもあれほど大泣きして私にしがみついてくることは一度もなかったのだ。それなのに、いつも可愛がってくれる優しい義母にあんな態度を見せるなんて。ももはきっと私たち大人にはわからない悩みを抱えているのかもしれない。就寝間際になって私は慎吾に相談した。私が仕事を控えたら、ももと一緒にいてあげられる時間も増やせるし、あの子も寂しい思いをしなくて済むと思うの。どうしたんだよ、今さら。何度も話し合って決めたことだろ。今はお袋たちが見てくれるから心配ないさ。それはそうなんだけど、でも、たとえお母さんたちがいい人でも、母親の代わりにはなれないと思う。お袋たちじゃ頼りないと言いたいのか？慎吾が眉間にシワを寄せて私を睨みつけた。気に入らないことがあると慎吾はよくそんな表情を見せるのだ。そうは言ってないでしょ。ただ、とにかく、もものことはお袋たちに任せておけばいいんだ。そう言って慎吾は面倒くさいと言わんばかりに背中を向けて眠りについてしまった。冬になり、忙しかった私の仕事もようやく閑散期に入った。皿洗いは私がやりますから、お母さんは休んでいてください。あら、いいの？仕事で疲れているんじゃない？今は比較的落ち着いているので、休みの日には洗濯やお掃除もできますよ。そうかい？だったらお言葉に甘えて。私はテレビでも見ているわね。私はこれまでできなかった分を取り戻すかのように家事に専念することにした。慎吾の方は相変わらず仕事が忙しいようだった。さえは頑張ってるな。それじゃあ、もものお風呂は俺に任せろ。いいの？疲れてるんじゃない？家の中で忙しく振る舞う私に、慎吾が気を使ってくれているのだろうと思った。任せろよ、親子のコミュニケーションは大事だろ。そう言って慎吾は胸を張った。ももちゃん、先にパパとお風呂に入っちゃって。私が声をかけると、ももは慎吾に手を引かれて浴室へと向かった。父と娘の微笑ましい姿を想像しながら私は思わず笑った。ところが、お風呂から上がったももを見て、私は驚いてしまう。ももちゃん、なんだか顔が赤くない？ももの顔が異常なほど赤みがかっているように見えた。ももは慎吾の顔を見上げたまま、口をつぐんで何も答えようとしなかった。どうしたの、ももちゃん。なんで黙っているの？人を長く入りすぎてのぼせちゃったんだろう。頭がぼーっとしてるんだよな。
モモの代わりに慎吾がそう答えた。本当に大丈夫なの？私は不安になって何度も尋ねたが、モモはその度に慎吾の顔色をうかがいながら、うん、大丈夫とうなずくばかりだった。その日から慎吾はどんなに仕事が忙しくても毎日のようにモモをお風呂に入れるようになった。しかしその度にお風呂上がりのモモの顔は赤みがかっていたのである。病気なんじゃないかしら。今度病院に見てもらった方が。そんな大げさな。モモだって大丈夫だろ。どこも痛くないよな。うん、大丈夫。まったく、サエは心配しすぎなんだよ。慎吾はそう言って娘を心配する私を笑い飛ばすだけだった。この時私はまだ娘の苦しみに気づいていなかったのだ。月日は流れて翌年の夏、ももの通う小学校では水泳の授業が始まった。ももは幼い頃から水遊びが大好きで、小学生になってもももは水泳の授業を毎年楽しみにしていた。よかったね、今日からももの大好きな水泳の授業よ。うん、そうだね。一年ぶりに泳ぐけど、泳ぎ方忘れてない？うん、多分。ももはなぜか朝から浮かない顔をしていた。あれほど夏が来ることを待ち望んでいたはずのももが、その日の朝は一度も笑顔を見せないのだ。久しぶりのプールに少し緊張しているだけかとも思ったのだけれど、ももの表情を見る限り、それは緊張というより何かを恐れているような印象を受けた。もも、大丈夫？大丈夫だよ。ママ、心配しないで。ももはそう言って、無理やりぎこちない笑みを浮かべた。無理してない？気分が悪いなら、ママが学校に連絡して休んでもいいんだよ。平気だから、ママは仕事に行って。それじゃあ、もも、ママお仕事行ってくるからね。行ってらっしゃい。ももは笑って私を見送っていた。その笑顔は、やはりどこかしらぎこちなく思えた。きっと大丈夫。何かあればお母さんもお父さんもいるし。自分にそう言い聞かせて私は仕事に打ち込むことにした。昼休みを終えて私がオフィスに戻ってきた時のことだ。中村さん、大変です。学校から連絡があって、娘さんが過呼吸で倒れて病院に運ばれたと。同僚が慌てた様子で私に言った。え、ももが？早く行ってあげなさい。気が動転して一瞬体が動けなくなったが、上司に促されて我に返り、私はタクシーを拾って病院へと急いだ。移動中慎吾にも連絡を取った。ももが倒れた？本当か？それで無事なのか？わからない。学校の話だとプールの授業中にいきなり倒れたって。何をやってるんだ学校は。もしものことがあれば後で学校に責任を取ってもらうぞ。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。とにかく私は今モモが運ばれた病院に向かっています。わかった、俺も今からそっちに向かうよ。普段は仕事中心の夫もこの時ばかりはさすがに慌てた様子だ。病院に駆けつけるとモモはベッドですやすや寝息を立てていた。その寝顔を見て私はほっと胸をなで下ろす。モモ。張り詰めていた緊張の糸が切れたように私は立ちくらみを覚えた。あ、しっかり。傍らにいた医師に支えられて私はかろうじて倒れずに済んだ。さえ、ももは？あなた、ももは？答えようとしたが舌がもつれてうまく答えられない。今は落ち着いて眠っているだけです、ご安心ください、と医師が冷静に答えた。先生、本当にありがとうございます。
私は嬉し涙をこぼしながら医師に頭を下げた。ところが医師は笑顔を見せることなく、それどころか暗く沈んだ表情を浮かべている。先生、あの、何か？いや、実はですね。医師は答えていいものか逡巡している様子だった。はっきりとおっしゃってください。ひょっとしたら桃に重大な病気が見つかったのかもしれないと恐怖に襲われた。そのお嬢さんと祖父母の日頃の関係はどういったものでしょうか？医師は言葉を慎重に選んで尋ねた。それはどういう意味でしょうか？回りくどい質問の仕方に私はすぐには意図が理解できなかった。お嬢さんと祖父母の関係はうまくいっていたのかと、それをお尋ねしているのです。うまくいっていますよ。でもどうしてそんなことを？質問の内容は分かったが、医師がなぜそのようなことを知りたがるのか、桃と義両親の間に一体何があるというのか、私の中で言い知れない恐怖が湧き起こっていた。私が返答に困って黙り込んでいると、後ろにいた慎吾が、おいあんた、さっきから何が言いたいんだと体をブルブル震わせていった。額に青筋を浮かべていることから怒りがこみ上げていることが私にも伝わった。どうしたのあなた？普段はめったに感情を表に出さない慎吾の様子に、私はただならぬものを感じた。お袋と親父を侮辱するのはやめろ。侮辱しているつもりはありません。私はただ事実確認をしたいだけですよ。激高する慎吾が医師につかみかかろうとしたが、医師はあくまで冷静になだめた。お袋も親父も桃のことは大事にしているさ。変な言いがかりはやめてくれ。これ以上俺の両親を侮辱すると後で訴えてやるからな。あなた、少しは落ち着いて。これが落ち着いていられるか。親を侮辱されたんだぞ。あの先生、先ほどの質問は一体どのような趣旨だったのでしょうか？医師は困ったとばかりに深いため息を吐いた。それでは申し上げますが、そして医師は桃が病院へ運ばれてきた時の状況を詳しく話してくれた。水泳の授業でプールに入ろうとした時、桃は突然過呼吸を起こして救急車で運ばれてきたという。そこまでは私も学校からの説明を受けて知っていたことだ。ただ問題はその後、病院に到着した桃は乱れる呼吸の中でも必死で何かを訴えようとしていたらしい。処置を進めながら医師が、何かなと桃の口元に耳を傾けると、おばあちゃんごめんなさい、おじいちゃんごめんなさいと意識が朦朧としているのか繰り返し謝っていたという。これほど苦しい状況の時にも祖父母に対して繰り返し謝罪するというのは、よほどの体験があったからに他なりません。お嬢さんと祖父母の間に一体何があったのですか？唐突にそんなことを聞かれても、私にとっても寝耳に水だった。あの先生、私には先生が何をおっしゃっているのか。私はそう尋ねたが、視線の先は医師ではなく、私以上に冷静さを欠く夫に向けていた。なんだよその目は。あなた何か知っているのね。慎吾の様子がおかしいことから、私は彼が何かを隠していると確信した。知らないよ。この医者がデタラメなことを言ってるんだ。お袋や親父が桃にひどいことをするなんてありえないだろう。慎吾は今の今まで怒っていたかと思えば、今度は急に笑い出した。私に知られてはまずい、何かをごまかすかのように。デタラメではない。私は事実を申し上げているだけです。それにあなたのご両親が娘さんにひどいことをしていたとは一言も申し上げていないはずですが。わかりました。それならはっきり申し上げます。
私は祖父母が日常的にお嬢さんを苦しめていた可能性があると考えております。そのため先ほど児童相談所にも連絡しました。勝手なことをするな。疑いのある場合は速やかに関係機関に連絡する。これは医師としての義務です。医師も負けじと反論した。大人たちのやりとりがうるさかったのか、ももが目を覚ました。ママ?ももちゃん、起きたの?よかった。私はももに駆け寄り、起き上がる娘の体を強く抱きしめた。今日はお帰りいただいても問題ありません。と医師が言ったのに対して、慎吾は、当たり前だ!こんなデタラメな医者に任せておけるか!帰るぞ、もも!娘の手を掴んで、無理やり歩かせようとした。あなたは触らないで。頭で考えるより先に、私は嫌がるももの手から慎吾の手を引き離していた。私と慎吾の間に険悪な空気が流れたが、それよりも今はももの心の方が心配だった。帰りのタクシーの中でも慎吾は相変わらず、あの医者は嘘ばかり言って、お袋たちを悪者にしたいんだよ。医師に対する文句を言っている。私は慎吾の言葉を真に受けることができず、ただ黙っていた。なんだよ、お前もお袋たちを疑ってるのか。そうじゃないけど。もも、おばあちゃんたちにひどいことなんてされてないよな。うん、されてない。ほら見ろよ、ももは何もひどいことはされていないと言っている。あの医者がいい加減なことを言ったんだ。ももは自分の意思で答えたのではなく、明らかに高圧的な態度の慎吾に無理やり言わされたのだと私にも分かった。怯えた表情のももを見ていて、私は義両親とももの間に何があったのだろうと想像を膨らませた。私の知らないところで、ももは私にも言えないほどとんでもなく恐ろしい目に遭わされていたに違いない。医師が児童相談所に連絡するほどの何かが。しかしそれを面と向かって本人たちに問い詰めたところで、知らぬ存ぜぬと押し切られてしまえばそれまで。あの二人がももに嫌がらせをしていた証拠はどこにもないのだ。おい、聞いてるのか。慎吾の怒鳴り声に私は我に返った。ごめんなさい、何か言った。何度も言わせるな。もし児童相談所の連中が訪ねてきても、絶対に中に入れるなよ。どうして。何もやましいことがないなら別に入れてあげたっていいじゃない。しっかり家の中を見てもらって、何もないことを分かってもらおうよ。無駄だと分かりつつも私は反論した。近所で変な噂が立ったらどうするんだ。俺の出世にも響くだろう。よく考えてから言え。慎吾は子供の頃から社会人に至るまで、ずっとエリートとしての道のりを順調に歩んできて、一度も挫折を味わったことがなかった。プライドの高い慎吾は、悪い評判が立つことを何よりも恐れているのだろう。そのプライドは、娘の桃よりも守らなければならないものだろうか。そんなことを考えながら、私の視線はタクシーの車載カメラに目が止まった。そうだ、あれがあった。私は義両親や慎吾にも伝え忘れていたある事実を思い出した。翌日、私は義両親と慎吾にはいつも通りを装い、会社には休暇届を出した。しばらく友人の家で時間を潰して、桃の学校が終わる時間を見計らって校門前に待機する。桃ちゃん、こっちよ。桃は私を見るなり驚きつつも、どこかほっとしたような顔をした。ママ、どうしたの。理由は後で話す。これからママと一緒に飛行機に乗ろうね。そして私たちはバスに乗って空港へ向かい、私の実家がある郷里へと飛んだ。その日の夜から明け方にかけて、慎吾から頻繁に電話がかかってきた。
さすがに鬱陶しいと感じた私は、何度目かのコールで仕方なく電話に応じることにした。どういうことだ、モモをどこへ連れて行った？あなたの手の届かない安全な場所よ。なに？ふざけるな。いいから戻ってきてちゃんと説明しろ。戻るつもりはないわ。説明なら電話で十分よ。だったらモモだけでもいい。俺たちにモモを返せ。電話越しに怒鳴り散らす慎吾。私は努めて冷静にお断りしますと伝えた。なぜだ？俺たちが一体何をしたって言うんだ？記憶にないなら教えてあげるわ。あなたたちがモモに毎日嫌がることを繰り返していたからよ。私の中で抑えていた怒りの感情が一気に爆発した。私はここに至るまでの流れを順を追って慎吾に説明してやった。病院から帰る途中、私はタクシーの車載カメラを見ていて、一階のリビングにもカメラを設置していたことを思い出したのだ。そのカメラは高齢の義両親とモモの見守り用に取り付けたもので、何か異常があればすぐに私のスマホに知らせが届く機能がついていた。1階は義両親の居住空間で、私や慎吾が仕事で不在の時にはモモが自由に出入りできるようになっていた。義実家で2世帯生活が始まって間もなく、A子はモモに無理やり皿を洗わせたり掃除を押し付けるようになっていた。最初は孫に家事を覚えさせるための義母なりの教育なのだろうと思って見ていたが、A子は自ら指導することはなく、アツシと二人でモモの様子をじっと見つめているだけ。モモは文句一つ言わずに言われた通りの作業をこなしていた。ところが作業が終わって二階へ戻ろうとするモモを A子が呼び止めて、次は風呂場の掃除よ、お願いね、なぜか悲しそうな声で命令した。でも宿題が。ごめんね、だけど言われた通りにやってちょうだい。できない子はこの家に住まわせておけないよ。だからお願い、言われた通りにやってちょうだいね。あなたのためなの。そう言って A子は嫌がるモモの手首をつかんで無理やり家の外へと連れ出そうとした。お願いだから言うことを聞いてちょうだい、ももちゃん。見守りカメラはわずかに雑音は入るものの、音声をしっかりと拾うタイプのもので、A 子の声ははっきりと聞き取れた。A 子は命令しながらもなぜか悲しそうなのだ。おじいちゃん、助けて。助けを求めるももに対して、アツシは A 子を戒めることも、なだめることもなく、静かに傍観しているだけだった。映像の中で繰り広げられる信じられない現実に、私は言葉を失った。モモに対する義両親からの嫌がらせは、その後もほぼ毎日、私が家にいない時に繰り返されているようだった。私が知らないところで、まさかお母さんたちがあんなことをやっていたなんて。私は信じられなかった。私は見守りカメラの件は伏せて、義両親によるモモへの嫌がらせだけを慎吾に話して聞かせた。すると何を勘違いしたのか、慎吾は、モモのやつあんなにしつけてやったのに、あいつ喋ったのか、まだ足りなかったかと怒りの声をぶつけた。やっぱり全ての元凶はあなただったのね。は？私はお母さんたちのことは言ったけど、そこにあなたが関わってるなんて一言も言ってないわよ。俺を騙したのか？最低だぞ。小学生の娘にあんなことをするなんて、どっちが最低よ。私は慎吾が桃をお風呂に入れていた日々を思い出していた。あなたがお風呂で桃に何をやっていたのかも知っているわよ。確証はなかったが、釜をかけてみた。教育だよ。あいつがもう勉強をしたくないと嫌がったり、テストの結果がたかが90点で満足しているようだったから、ちょっと再教育してやろうと思っただけだよ。再教育ですって？よくもそんなことが言えるわね。モモは怯えているのよ。
俺が出した問題に正しく答えられるまでお風呂から出るなと言っただけだ。慎吾は語るに落ちた。あんた、病院で医者から桃とお母さんたちとの関係を聞かれてとても怒っていたわよね。だけど、あれはお母さんたちをかばっていたからじゃない。あんたが嫌がるお母さんたちに無理やりあんなことをやらせていたことが発覚してしまうことを恐れたのよ。児童相談所の介入を拒んだのもそれが理由ね。見守りカメラの映像には、慎吾が義両親を脅すやりとりもしっかりと記録されていた。義両親は好き好んで桃の嫌がることをしていたわけではなかったのだ。お風呂から出てきた桃の顔がいつも赤みがかっていたのは、慎吾に長時間お風呂から出してもらえなかったからだ。お風呂の体験がトラウマとなって、桃は水に近づくのを極度に嫌がるようになったのだろう。そして学校で水泳の授業があったあの日、桃はプールに入ろうとしただけで辛い体験がよみがえり、過呼吸を引き起こしたのだ。あんたのせいで、あの子は大好きなプールにも入れなくなったよ。それがどうした？俺の気持ちなんてお前は知らないだろ。そんなもの知りたくもないわよ。親父はエリート会社員、お袋も教育者として地元でも評判だったよ。それに引き換え俺は子供の頃少しでも成績が下がるといつも親を引き合いに出されて周りから罵られたんだ。あんな惨めな思いはしたくない。だから桃にも厳しく指導して俺と同じ思いを味わわせたくなかったんだ。それが教育ってもんだろ。そう言うと慎吾は不気味な声で笑い出した。持病で親父が退職せざるを得なくなって俺に援助を求めてきた時、俺は勝ったと内心喜んだよ。これであいつらとの立場が逆転したんだってな。金銭面は俺が援助してやるから、その代わり桃を厳しくしつけろとな。それを条件に俺はあいつらとの同居を受け入れてやったんだ。慎吾の歪んだ本心を知って、私は背筋が凍るような思いがした。今の電話を録音させてもらったわ。それだけじゃない。見守りカメラにはあんたがお母さんたちを脅す様子も声もきっちり記録されている。これらの証拠を武器に私はあの子を守る。あんたはもうおしまいよ。ちょっと待て、話せばわかる。慎吾は最後の最後に慌てふためいていたが、私はこれ以上何も話すことはないと電話を切り着信拒否をした。私は見守りカメラの映像と電話の録音、病院からもらった診断書を持って警察と児童相談所に向かった。これはひどい。映像も音声もはっきりと証拠が揃っていますね。そう言って応対した警察官はすぐに動くと約束してくれた。後になって桃から聞かされた新事実に私はさらなる衝撃を受けた。私が桃にどうしてもっと早く相談してくれなかったのかと尋ねると、桃は泣きながらこう答えたのだ。だって、お前がちゃんとしないと仕事で忙しいまま同じ目に遭わせるぞってパパが言うから。ママが嫌なことされるの、桃は嫌だから。実の父親である慎吾に、桃はずっと脅されていたのだ。そして私を守るためにまだ幼い自分の胸の内に恐怖や不安を押しとどめていたのだ。自分が一番辛かったはずなのに母親の私を守ろうとしてくれていたなんて、そんな娘の苦しみに私は気づいてやることができなかった。私はそれでも母親なの？不甲斐ない自分を罵り、私は泣きじゃくる娘の体を強く抱きしめた。ごめんね、ももちゃん。ママが悪かった。ママは悪くないよ。だってママはももを助けてくれたもん。声のぬくもりを耳で感じて私も涙が止まらなかった。当たり前でしょ、ママはももの味方だから。どんなことがあってもももを一人にはさせないよ。ママはもものこと大好きだから絶対に守っていくよ。この子にもう二度と悲しい思いはさせまいと
自分の心に誓った。結局、医師の診断書と電話の録音テープが決め手となって、慎吾は傷害罪で逮捕されたが、義両親に対しては情状酌量の余地が認められた。それからしばらく経ったある日、やつれた顔の義両親が私の実家を訪ねてきた。ごめんなさいね、さえさん、ももちゃん。今さら私たちが謝っても遅いんだけど。本当に申し訳ない。悪いと分かっていたのに、どうしてもあいつの要求を拒めなかった。俺たちはダメな親なんだ。頭を上げてください。お父さん、お母さん。映像を見れば分かりますよ。二人が慎吾に脅されて仕方なくモモにあんなことをしていたんだって。正直なことを言えば、もちろん私だって義両親を責めたい気持ちはあるのだ。しかし二人を責めたところで何かがどうなるわけでもなかった。私の気持ちを汲み取ったのか、アツシが地面に膝をついて土下座をした。持病で足が痛いはずなのに、顔を歪めながらも体をかがめて頭を下げるのだ。たとえ脅されていたとはいえ、可愛い孫にひどいことをした事実は消えない。許してもらおうなんて無視のいいことは考えていない。ただ、サエさんやモモに謝罪がしたかった。と言っても、結局は謝罪することで自分たちの気持ちが楽になりたいだけなのかもしれないが。モモが駆け寄ってきて、アツシとエイコの背中を優しく撫でた。おじいちゃん。おばあちゃん、モモは怒ってないよ。ありがとう、モモに勉強教えてくれて。モモの言葉に二人は泣き崩れ、顔を上げることもしなかった。孫に顔を見せる資格はないとでも言っているかのように。モモはいつでも会いに来ていいよ、と義両親に声をかけたが、それから義両親は二度と私たちの前に現れることはなかった。あれから5年の歳月が流れ、モモは中学生になった。現在、私とモモは実家の両親に見守られながら暮らしている。会社には事情を説明して、リモート中心の業務に変えてもらった。もし慎吾が現れても、地元の警察が対応してくれることになっているが、それでも不安は拭えない。私は防犯対策のセミナーに参加したり、防犯グッズを買って、自宅の警備強化を徹底するようになった。モモの登下校にも必ず送り迎えするなど余念がない。モモは少しずつ笑顔を取り戻すようになった。最近では父が退職後に趣味で始めた畑仕事のお手伝いにハマっているようだ。おじいちゃん、こんな大きなジャガイモが取れたよ。おお、そうか。こいつはでかいな。ももちゃん、今夜はママと一緒にカレーを作ったら？わかった、そうする。私の両親はももと暮らすようになって、気持ちも見た目も若返ったような気がする。ももが私を守ろうとしてくれたように、これからは私がももを全力で守っていきたい。ももの屈託のない笑顔を見つめながら、私はそう思った。